こんにちは、栄養ラボです。皆さん、レバーは好きですか？今回は意外と知らない豚レバーの食べ方について、ビタミン A の過剰摂取の注意喚起を含めた動画になっています。臭みのない美味しいレバーの作り方、栄養のお話や、ちょっと気をつけた方が良い食べる量をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは老化予防を中心に皆様の健康に役立つ栄養情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録お願いいたします。スーパーで 100g 前後で発売されていることが多いと思います。今回は美味しいはずがあったので、それも一緒に作り置きにしたいと思います。臭みを取る下処理をします。よく洗ってから牛乳に浸して20分ぐらい置きます。さっと牛乳を流してフライパンか鍋に入れます。ハツは洗うだけで血抜きはいりません。キッチンペーパーで水分を拭き取ります。美味しさのポイント、スライスしたニンニクを使います。生姜を入れても美味しいです。八角やホワジャオを入れても美味しいです。調味料を入れてよく混ぜ合わせます。この時、ニンニクのアリシンとレバーやハツのビタミン B1 が結合して、熱に強いアリチアミンができます。アリチアミンはビタミン B1 を長く血中に留めることができ、疲労回復力が高まります。蓋をして5、6分蒸します。水分にはビタミン B6 など栄養成分がたくさん溶け出ていますので、捨てないで保存容器に保存してください。次に豚レバーの栄養と食べ方です。ほぼすべての栄養が揃っています。特にビタミン A は多く、免疫力の強化、老化予防、粘膜を強くしたり、目の健康に役立ちます。ビタミン A は 100g で1日の上限量をはるかに超えるため、食べる量は1日 20g 以内にします。中ぐらいの大きさを1枚くらいです。1日おきぐらいが良いです。ちなみに鶏レバーはもっと多いです。私は作り置きよく作って食べています。こんな量、この時は小さいのを2つ、こんな少なくても鉄、亜鉛、セレン、モリブデン、ビタミン B 群がとても多いです。 100g の鶏むね肉、ささみと比べてもこの多さ。他のおかずもいただくので、ビタミン A の過剰摂取にならないように1日おきで食べています。ではレバニラ炒めはどうなるの？ビタミン A の過剰摂取ではと思う方もいると思います。メインが豚レバーの食事は2週に1回ぐらいにして、日にちを空けるようにしましょう。鶏レバーの焼き鳥も同じです。ビタミン A は脂溶性なので体内に蓄積されます。過剰摂取の影響はこのようなものがあります。怖いので食べ方重要です。最後に一緒に食べると良い食べ物のご紹介。レバーに少ない栄養素です。納豆や豆腐、他にはヨーグルト、
わかめ、キウイ。お魚でしたらビタミン A が少ないイワシ、カツオ、カレイ、タラ、タイ、サワラが良いと思います。肉でしたら鉄や亜鉛の少ない鶏胸肉、ささみも良いでしょう。ビタミン A 過剰摂取対策に役立ち、かつレバーに少ない栄養素も取れます。組み合わせにぜひ参考にしてみてください。逆に控えめにした方が良い食べ物はうなぎや銀だらなどです。人参など β カロテンなどからのビタミン A への変換は調節されているので、ビタミン A 過剰症は生じません。まとめます。作り置きなら1枚まで、1日おきで。レバー料理は週1回ぐらいまでです。ビタミン A がたくさん取れて老化予防、免疫力強化と嬉しいレバーですが、上限にも気をつけて食べましょう。冷蔵庫で1週間ぐらい持ちます。栄養満点豚レバー。上手に栄養補給。